山系チャンネル元気ですか？どうも K です。今日は、高校入試対策として、数学の問題を解きたいと思います。問題はこちらです。元気ですか？どうも K です。今日は、数学の入試問題を解きたいと思います。問題は、こちらです。まず、AB イコール AC、 あ、違う。それでは問題を解いていきたいと思います。AD イコール AE が等しいことを証明したいので、三角形の ADB と三角形 AEC が合同であることをまず示したいと思います。で、仮定より AB イコール AC なので、で次に、ADB と AEC は直角なので90度で等しいです。で、最後の条件 DAB と EAC は共通の角ですよね。で、1,2,3 より、直角三角形の合同条件を使って、ADB と AEC は合同であるということをが言えます。2つありましたよね。そのうちの1つ、直角三角形の合同条件の、A 角と斜辺と一つの A 角が、それぞれ等しいときに、2つの三角形は合同である、という、1,2,3 より、直角三角形の合同条件の一つである斜辺と一つの A 角がそれぞれ等しいときに、合同であると言えます。1,2,3 より、直角三角形の合同条件の一つである、斜辺と一つの A 角がそれぞれ等しいときに合同であると言えます。三角形 ADB と三角形 AEC は合同である。で、三角形 ADB と三角形 AEC が合同であるので、最後ここが言えますね。 AD イコール AE です。はい、これで、証明ができました。これで授業終わります。根性論なんて嫌いだ。